アルフレッド・ノース・ホワイト・ヘッド。アルフレッド・ノース・ホワイト・ヘッド。アルフレッド・ノース・ホワイト・ヘッド。1861年2月15日から1947年12月30日は、イギリスの数学者、哲学者である。論理学、科学哲学、数学、高等教育論、宗教哲学などに功績を残す。ケンブリッジ大学、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン。 インペリアルカレッジロンドン、ハーバード大学の各大学において教弁を取る。哲学者としての彼の業績は、ハーバード大学に招聘されてからが主体であり、その時すでに63歳であった。ケント州ラムズゲートの教員と国境界牧師の家系に生まれたホワイトヘッドは、ドルセットのシャーボン校で学び、1880年に、 ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに入学した。トリニティカレッジでは数学の講義のみを受けたとされる。最初は学生として、後には教師として1910年までケンブリッジに留まったが、1911年にロンドン大学に移籍し、1914年には同大学の理工学部の応用数学の教授を務めた。したがってイギリスにいた時ホワイトヘッドは、 数学者、論理学者であり、本人も数学者であると考えていた。1924年には、米国のハーバード大学に招かれ、哲学の教授となった後は、1947年に、亡くなるまで、高齢にもかかわらず、講義と旺盛な著作活動を続けた。哲学をする際は、常に若い人物から刺激を得なくてはならないという、モットーから、午前中に講義をし、 午後から夕方にかけての時間帯は自宅を開放して、ハーバードの学生との触れ合いの時間にし、哲学以外の話も多くしていたという。ホワイトヘッドは、近代ヨーロッパにおいて生まれた、機械論的自然観の問題性を浮き彫りにし、それが、抽象を具体と置き、違える作語、ザ・ファラシーオブミスプラスとコンクレトネスに基づくこう指摘している。彼は、 17世紀の哲学から現代哲学が引き継いだ機械論的自然観を分析し、それに代わるものとして有機体論的自然観を提唱した。この着想は家庭と実在の有機体の哲学フィロソフィー・オブ・オーガニズムとして体系的な形で示されることとなる。有機体の哲学は近代の自然科学の勃興によって廃れてしまった刑事上学の図を 現代の先端的な科学の領域を媒介することによって復活させようとする試みであった。著作において近代の単なる人間中心的な考え方を改め、人間がその環境世界、自然と人間を超える存在、神とに深く関わることによって、初めて人間たるうるという基本的な観点が貫かれている。また、バートランド・ラッセルとの教著、プリンキピア・マテマティカ、 プリンキペア・マスマッティカ、数学原理はよく知られている。ホワイトヘッドの哲学としては、世界をものではなく、一連の世紀つまり、過程として捉える特徴がある。この哲学は、プロセス哲学として知られておる。なおその後彼の哲学についての研究は、進学からのアプローチが主となり、プロセス進学として展開されることになった。現在もその考え方を受け継ぐ者がおり、 現代思想の一翼を担っている。また、プロセス哲学の研究者は、ホワイトヘッドの哲学とエコロジー思想と密にし、環境問題にも関わっている人物も多いが、これもホワイトヘッドの哲学が有機体論的、自然観に基づいているからに他ならない。さらにホワイトヘッドのこの考えは、宗教哲学にも及び、プロセスとしての神概念や宇宙を解く観点から、 コスモロジーの哲学という捉え方もできる。これは、主張、家庭と実在の副題である、コスモロジーへの指論にも現れている。その独特の有神論的な哲学思想は、現在もなお様々な研究者によって、挑戦されている哲学でもある。ケンブリッジ・プラトニズムの流れも組み、しばしば、プラトン主義も重視した。西洋のすべての哲学は、 プラトン哲学への脚中に過ぎないという過程と実在における下りは有名であり、またもしプラトンが現代にみえったならば、間違いなく有機体の哲学を自身の哲学として語るであろうという自不明た言葉も残している。もっとも彼のプラトニズムは通常言われるような生成消滅する世界の背後に真なる実在としてのイデアを見出すという意味のものとは異なっている。 彼がプラトンを称賛するのは、多様な解釈を可能にした思想の豊かさあるいは多義性といったものである。実際彼のイデアにあたる永遠的客体は、むしろアリストレスの内在行想を二類するものであり、彼にとっての真なる実在、現実的存在はアリストテレス的な個物としての実体にあたり、その限りでは、むしろ彼はアリストテリアンと称すべきであろう。 ホワイトヘッドの哲学が与えた影響は広範に及んでいる。同時大臣では後期のジョージ・ハーバート・ミードの社会哲学にパースペクティブの客観性という観点を与え、またその有機体的自然観はメルロ・ポンティが目と精神を執筆する動機となった。一方、カール・ポッパーは開かれた社会とその敵の中でホワイトヘッドの刑事上学的な使弁を通列批判している。 R.G. コリングウッドの自然の概念は、ホワイトヘッドの自然哲学と刑事上学の考察を持って締めくくられている。D.H. ロレンスは、チャタレープ人の恋人の中で、署名を明記してはいないが、ホワイトヘッドの宗教とその形成の末尾の4つの文を引用した。後世への影響に関しては、その有機体の哲学が、チャールズ・ハーツ・ホーンや、ジョンビー・ B. カブ・ジュニア、 ルイス・フォード、デイビド・グリフィンらを中心としたプロセス進学に継承されている。ハーバード大学時代の同僚、教え子にはクワインやデイビッドソンがおり、リチャード・ローティはハーツ・ホーンからホワイトヘッド哲学を学んでいる。マルクーゼは一次元的人間で重要な引用をしている。ハーバーマスやドゥルーズが積極的な評価をしており、コリン・ウィルソンはアウトサイダーを超えての中で、 ホワイトヘッド哲学希望を見出そうとする。イリア・プリゴジンは、自らの立場とホワイトヘッドとの親和性について、繰り返し語り、デビッド・ボームなどの自然科学者も、彼の有機体の哲学に賛同している。直接の思想的交流はなかったが、日本では、西田喜太郎の哲学と、あるいは、工房大師、空海の仏教概念との比較や対話が、盛んに試みられている。 国内の研究機関として、日本ホワイトヘッドプロセス学会が組織されており、学会誌、プロセス思想を発行している。また、カリフォルニア州のクレアモント大学に、株、グリフィンらによって、ホワイトヘッドや、ハーツホーンのプロセス神学、プロセス哲学を研究する、国際的な中心機関として、センターフォープロセススタディーズが設置され、学会誌プロセススタディーズを発行している。 日本語訳では、将来者より著作集が刊行されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。